Welcome to Healing Mose. はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ね、水星逆行が始まりましたけれども、お相手様とうまくいってらっしゃる方は今逆にコミュニケーション運が下がっちゃう時期なので、言葉一つ、いろいろ気をつけていた方がうまくいくよっていう時期になります。そしてお相手様との復縁を望んでいる人は、今この水星逆行中は絶好のチャンスです。復縁の動画なども上げています。よかったらね、そちらも見てみてください。はい、今日なんですけれども、複雑な恋愛をしている方へのリーディングです。彼と奥さんのこと、まあ彼と彼女のこと、まあ彼女と彼っていう人もねいるかもしれないんですけれども、今日はこの見ていただいている皆さんではなく、あくまでもお相手様とそのパートナーの人のことを今日はズバリ見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのは一番左の方1番、真ん中の方2番、一番右の方3番となっております。ピンときたカラーからお選びください。本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方、はい、見ていきます。こちらのカードシャッフルはしています。さあ、彼が、まあ奥さん、わかりやすく奥さんって言いますね。奥さんのことをどう思っているのか。ちょっともう一回カットします。はい、じゃあ彼が、はい、奥さんのことをどう思っているのか、はい、見ていきます。はい、1枚目のカードは、ワンドの3のリバース。楽しくないとか、話をしていても盛り上がらないとか、三角関係とかね、はい、そういう、まあ、少しネガティブなカードが出ました。はい、2枚目はストレングスのリバース。もしかしたら、まあ、これリバースだからね、昔はもしかしたら例えばこう綺麗だったりとか華やかさとかあったかもしれないんだけれども、今っていうと、まあそのこう美しさとか、こうそういうものがなんかなくなってきてしまった、魅力を感じなくなってきてしまった、そういうのも言えますし、あとまあストレングスって強い女性と、でこのライオンが、とても強いライオンがなんかこう手なずけられている感じなんだけれども、まあそれがリバースだから、やっぱりお互い信頼関係が今ないとか、心が離れている、その可能性もあるのかな。はい、3枚目です。ここで正義が出ました。まあ、正義っていうのはこれ法律っていう意味があるので、こう法的な奥さんですとか、法的に守られていますとか、そういう意味合いが強いのかなと思います。まあこの一番上、このね3枚のカードっていうのは、あの人の頭の気持ちなので、法的には例えば奥さんなんだけれども、実際は話もそんなにしないし、魅力も感じていないっていうのが、まずね出てるかなと思いました。
はい、じゃあ次、仲介意識いきます。お相手様の奥さんへの気持ち。カップの3のリバース。もう彼と奥さんはセクシャルなこととかもね、まあ、いわゆる夫婦の営みとかもないんだろうなっていう感じです。今日は見ていただいているあなたへの気持ちは見てないんだけれども、やっぱりあなたといる方がやっぱりすごく楽しいんじゃないかなと思います。はい、こちらのカードが、はい、バンドのナイト、正位置。はい、コインのクイーン、正位置。はい、ここで出てるのが、とりあえずこのコインのクイーンって、まあ専業主婦の方とか、こう地に足がついている人とか、まあ家庭を任せられるとか、まあそういう意味があるので、まあお子さんにとっての、例えばお母さんとか妻っていうよりも母親っていうイメージがすごく強いかなと思いました。まあもしかしたらね、まあ奥様は働いているのかもしれないし、そういう意味では例えば仕事もしていて、家庭のこともいわゆるちゃんとしている、そういうところはあるのかなっていうふうには出ています。しかしながらカップの3のリバースなので、なんかこう割り切ってるって感じなんですよね。ここでこうボーダーラインが引かれてるというか、働いてるよね、家庭のことしてるよね、お母さんだよね。でもなんかね、こう僕と君は今なんかもうただ一緒にいるだけだよねみたいな、そういう感じが見えるかな。はい、じゃあ一番深い、彼の奥様への気持ち、はい、見ていきます。おっと、よし、失礼しました。カップの5、正位置。コインの4、正位置。女協定のリバース。はい そうね、まあもうなん、こうお金だけの関係、ある意味俺は ATM さみたいなところもあるかもしれないし、このお相手様はお相手様で、やっぱりこう家庭のこととかを、まあ変な言い方をすると少し利用している部分がある。どうしてかっていうと、やっぱり、まあ、家族がある、家庭がある、子供がいるっていうところで、なんかこう社会的に、まあ考え方は古いんだけれども、こう社会的に認められている部分がある。だからこそ、なんかこういうこう冷え切った感じなんだけれども、こう今の関係性とか、例えば家庭とか子供とか、奥さんは女性ではないかもしれない、でも、まあ、妻ではなくお母さん、母親っていう、そういう存在を彼は手放す気はないんですよ。そこで手放したいっていうのは思っていない。ただこのお相手様がね、すごく寂しそうなんですね。なんかこうあんまり帰りたくない、家に帰らなきゃとか、まあ妻はなんかね、僕に興味ないし分かってくれないし、なんかこうもう虚しさもあるみたいな、そういうこう悲しさとか寂しさっていうのが今のこのお相手様からの感じで見えてきたかなって感じです。なので一番選ばれた方は、まず、まあ、奥さんとか誰かがいるとやっぱりこう嫉妬したりとか、なんやかんや言いながら週末一緒にいるじゃんとかね、帰省したりとかなんかねしてるじゃんとか、こういろいろこうモヤモヤってする気持ちがあるかと思うんですけれども、でもこれだけこう冷めた気持ちなので、まずやきもちは、
焼かなくていいかなと。ただこのね、お相手様の、まあ、ちょっとこれずるいところ、ずるいところはこういうふうにこう冷めきった関係なんだけれども、でもそれを手放そうとはしてないから、今お相手様はまだ奥さんと別れる気はない。そこはこのお相手様の、まあ、少しちょっとした、まあ、ずるさかなというふうにも感じました。じゃあ次はこのダブルルノルマンで、まあ、彼と奥さんのこれからの、失礼、これからの流れが、まあ、どうなっていくのか。まあ、今は別れをね、考えてないとは出てるんだけれども、彼と奥さん、はい、まあね、どういう、どういう流れなっていくのか。はい、じゃあ見ていきます。まずね、魚、魚、まあいろいろ意味はあるんだけど、魚。そして今は本。これはまあ複雑な関係が今あるってことなので、一番のあなたのことが出ているなって感じです。はい、そして未来が星。はい、アドバイスや気をつけることがハート。やっぱりこうハートがこのご夫婦に欠如しているっていうことなんですよね。そしてここが奥様の気持ち、彼の気持ち、このご夫婦の流れ。はい、見ていきます。奥さんの気持ち。鳥。まあこれね、すごくニュートラルなカードです。はい、そして彼。無知。イライラしてる、楽しくないっていう感じでね。はい、そして未来がリング。はい、じゃああと1枚カードをね、全部出していきます。カッコが魚と庭っていうカードが出てるので、もしかしたらこう飲み会の席とかで出会ったとかね、そういう可能性もあるかもしれないし、もしかすると、まあ過去、まあちょっとこの過去がいつまでの過去かがこのカードだけでは見えないんだけれども、昔は彼と奥さんがこう飲みに行ったりとか、例えばね、家で晩酌したりとか、こうそういう関係性はもしかしたら悪くなかったのかもしれない。で、今が本と庭。もうこれはね、一番のね、見ていただいているあなたのことが出ていて、もしかしたら奥さんなんか気づいてるのかなっていう感じもする。ちょっとここでね、何のカードが出るかにもよるんだけれども、なんかこう公認かもしれない。はい、そして未来が星と道。未来はなんかこのご夫婦がこう選ぶ、選択するっていうふうに出てるので、これがね、どっちに転ぶかですよね。いわゆる別れるのか頑張るのかみたいな、そういうのが出ていて、そしてハートと鞭。まあこれアドバイス、気をつけることなんですけれども、やっぱりお互いに心の交流がないから、きちんと素直にお互い気持ちをこう伝え合うべきみたいな、そういうのが出ていて、はい、奥さんの気持ちがね、ああ、子供と鳥だから、ああ、もう会話、ね、するとすると、もうお子さんのことしかないとか。ここ公認かなって思ってたんだけれども、違うみたいですね。むしろこの奥さんって、お子さんにしか興味がないのかなと。いわゆる、まあ、ご主人、旦那さんに興味がなさそうですね。はい、そして彼の気持ちが、コウノトリとムチ。彼はいわゆる子育て、まあこれね、両方子供のカードが出てるんだけど、もう子供が共通っていう風な感じで、子育てが終わるまではお相手様は我慢、嫌なんだけれども我慢っていう感じがします。はい、そして未来ね、また子供のカードが出ました。
これはね、子供がある程度大きくなるまでは、いわゆる偽装結婚みたいな、そういうものを続けていくって出ています。で、まあ、ここの、まあ、選択するっていうことは、こうお互いというか、特に彼の方が嫌がってはいるんですよね、この家庭とかこの奥さんのことを。でもそれでも彼自身は手放さないって出ていて、むしろ、まあ、子育てが終わるまでは我慢しなきゃいけないっていうことを言っている。で、そういうふうなことをね、なんか話し合うのかな。だから子供がこういついくつになるまでは、もうじゃあお互いこの生活を続けていこうよみたいな、そういう流れかなというふうに思いました。ちょっとここの後の流れがね、出るかどうかわからないんだけど、見てみます。タワー、フォックス、道が出ましたね。はい、道の後、あの人のカードです。あの人が未来を向いている。怒り、木、ゆり、木、はい、これね、まあちょっと今のところという言葉にはなってしまうんですけれども、なんかこう彼が、まあお子さんがね、ある程度大きくなった時には、彼がこう決断をするって出てるんですよ。決断をするんだけれども、彼がね、なんか不倫っていう関係は続けていく。続けていくんだけれども、こう勇気がないんですよね。いわゆるもう今まで通りでいいやみたいな、そういう流れの感じが今はするから、今のところはお相手様の、例えばこう別居とかね、例えば離婚っていうのは今の段階では、ちょっとそれはね、出てないかなっていうのが、これが一番の方へのメッセージです。もちろん、あなたとの関係性が例えばより良くなったりとか、やっぱりあなたと幸せになりたいって思ったら、もちろん未来は変わる。ただこのお相手様って案外我慢強かったりとか、こう新しい一歩、大きな一歩を踏み出すのが怖いとか、そういうところがあるのかもしれない。だからね、今はなんかこう安定性のあるカードが出てるのかなというふうに今回は感じました。またリーディングしていきたいと思いますので、どうぞご覧になってください。はい、これが一番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方見ていきます。カードはシャッフルしています。じゃあカットしていきますね。もう一回カットします。はい、彼が奥さんのことをどう思っているのか。はい、じゃあ見ていきますね。まず彼、お相手様の頭の中、はい、奥さんへの気持ちがバンドのクイーンのリバース。きついのかな奥さん。案外こうギャーギャー 言うというか、なんかこう主張する人とか、自分の信念を曲げない人とか、言葉遣いがちょっと荒かったりとか、そういう感じかな。これだったら安らげないよね、家の中で。お相手様ね、ちょっと奥さんきつい のかもしれません。はい、そして2枚目、ソードのキングリバース。まあこれを例えばね、奥さんのこと、
まあ、こちらのカードを例えばお相手様自分のことと思っているのであれば、もうね、全然噛み合ってないです。お二人、お相手様と奥様は全然うまくいってないし、なんか奥さんは奥さんで彼に対してちょっときつかったりとかするし、彼は彼でなんかね、かなり冷たいんじゃないかなと思います。で、これも今人物像で見たんだけれども、もし、まあ、このソードのキングリバースを、まあ、奥様のことで見るとすると、かなり言葉がきつい、なんかこう DV 的なね、女性の DV もあるっていうじゃないですか、家庭内。なんかね、そんな感じかもしれないです。はい、そして3枚目が、ソードの8リバースか。いや、もう家と家庭と奥さんがもう嫌で嫌でしょうがないって言ってますね。もう八方塞がりで、なんでこんなこう嫌な家に帰らないといけないんだみたいな。でも、まだね、ちょっとこれ動けないのかなっていう感じがします。はい、じゃあ仲介意識見ていきます。コインのクイーンリバース、なんか家のこともやってないのかなとか、例えばお食事お惣菜とか、なんか掃除とかあんまりしないとか、子育てもあんまりしないとか、無駄遣いするとか。ちょっとこれ2番の奥さん、かなり大変な人かもしれません。いやー、ちょっとこんな奥さんと結婚した、人大変ですよね。はい、そしてはコインの7のリバース。いろいろ、まあ、けじめをつけたかったりとかは、お相手様はしたいって言ってるんだけど、でもそれがね、まだできない、節目の時に来てないって言っていて。はい、そして、うわー、何これ。 もうなんかクイーンのカードが3枚もリバースで出ましたよ。もう冷たいし、女性としても全く魅力ないし、いやー、すごいびっくりした。もういやいやって言ってる。はい、そして一番深いところ、ここで助教で正位置、死神のリバース、ワンドの9リバース。愛情は全くないんだけど、全くないんだけど、でも奥さんって、なんかここまで私から見るとですよ、私から見るとかなり最悪な奥さんだし、こんな奥さんと結婚した2番のお相手様がね、すごいかわいそうだなって思うんだけど、でも奥さん直感力だけは強いみたいなんですよ。だから、いわゆる尻尾をこう掴まれないように最善の注意をされているんじゃないかなと思うんですよね。で、ここで死神のリバースが出てるから、死神の正位置だったらやっぱりこの関係を終わらせたいとかそう思えるんだけど、リバースだからまだ何て言うのかな、もう気持ちはまるっきり本当にないんだけれども、でもそれでも動けないから悩んでるって感じだと思うんですよね。で、まあ、ワンドの9のリバースっていうのも守りながら攻めるんだけれども、それが今リバースで出てるから、なんかもう奥さんにいろいろも言われるのとか面倒くさいから、とにかく何て言うのかな、静かに息をしているというか。もうスマホとかもチェックされる可能性もあるから、もう絶対すぐ消去してるとか、そういう感じで、なんか家の中って普通安全な場所なのにもかかわらず、彼は家の中でもこう守ってる、自分自身を守ってるっていうのが出たら、からかなり大変なんじゃないかな。
じゃあまあね、今のところちょっとこう動けないとか、もう苦しいとかね、そういうふうなカードは出ていて、まだ節目の時じゃないとか出てるんだけど、まあ実際に、まあ、この彼と奥さんが、まあね、これからどうなっていくのかっていうのを、はい、こちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。じゃあ行きます。まず過去のカードはクローバーが出ました。はい、そして現状が船。さあ動きたいのかな。はい、未来のカードは魚、まあお金のことを表すカード。はい、アドバイス、気をつけることが月。これロマンスのカードなので、まあ、2番の、ね、あなたの存在のことを気づかれないようにっていう意味かもしれません。はい、そして奥さんの彼に対する気持ち、彼の奥さんに対する気持ち、そしてこのご夫婦がどうなっていくのかを見ていきます。はい、奥さんの気持ち、太陽 なんか楽なのかな。何にもこう彼が言わないから、こういわゆるこう言うことを聞くというか、コントロールしやすいのかなと思いました。はい、そして彼の気持ちがリング。はい、そしてこのご夫婦の関係性がどうなっていくのかがクモ。じゃあこのカードにあと1枚ずつカードを出していきます。はい、過去のカードが、クローバーとフォックスだから昔から仲良くなかったんですね。なんかこう、もう常になんか偽ってるというか、まあこれがお互いか、特にこう彼の方がなんかより表面上は優しくしていた部分があるかもしれないけれども、本音を見せないとか、まあ、そういう状況だったような気がします。はい、そして今が船と本。はい、これ本、複雑な関係を表します。これはあなたのことを表すんだけれども、あなたのところに行くことで、まあ、このお相手様っていうのがいわゆる気分転換とか、まあ、例えば息抜きとか、そういうことを表してるのかなって思うし、あとは、まあ、あなたのところに本当は例えばあなたと一緒に住みたいとかね、そういう気持ちはあるかもしれない。気持ちはあるかもっていうのは出ていて。はい、そして未来が、魚と木が出てるから、まあお金のカードとファイナンス、これからもっていう流れが出てるから、しばらくはまあお金の関係が、まあ、続いていく、まあいわゆる家族の関係が続いていくっていうことなのかな。はい、アドバイスが月とハートが出たから、もうこれはあなたとのもう愛、恋愛なんかね、それを本当に気をつけてねって。きっとお相手様って2番のあなたにかなり本気だと思うんですよ。だからこそこの彼と奥さんっていうところでは、いわゆる見つかったら大変だから、これだけひどい奥さんなので。なのでそういうことを言ってるような気がします。はい、じゃあ奥さんの気持ちが、はい、太陽とネズミ。昔は奥さんね、ご主人のことを大好きだったかもしれないけれども、なんかもう最近ちょっと冷たいとか、っていうのもあるし、なんかこう興味が少し薄れてきた。でも太陽が出てるからね、私は奥さんかなりこうきつい人なんだけれども、彼に対する愛情とか執着はあると思います。
はい、そして彼の気持ちがリングとクマ。まあこれやっぱりリングってまあ結婚のカード、うーん、なのでやっぱりこうもう結婚のカードと、あとこのパワー、うーん、まあなんか逆らえない大きな力っていう意味があるから、対奥さんに対してはもう結婚している以上もうどうしようもないみたいな、屈するしかないみたいな、うーん、そういうなんかこう圧倒的な、うーん、なんていうのかな、支配をされている側なのかなっていうふうに思うと、ちょっとねお相手様むちゃくちゃしんどそうですよね。はい、そして雲が出てタワー、うーん、まあこのいわゆる軟禁生活というかね、軟禁状態っていうのがやっぱりしばらく続くんだろうなって感じがします。ここでごめんなさい、ここで木っていうカードとタワーっていうカードが出ていて、やっぱりこれがこうこのままの状態が続いていくっていう意味なんですよね。そして雲っていうのがこうモヤモヤ不安抱えながらも続いていくっていうふうに出ているので、じゃあ実際にじゃあこのあとなんかこうどうなっていくのかを見ていきたいと思います。さあここで星、花束、フォックス、コウノトリ、ねえあなたのところにね来てくれるといいけど、クロス、あ、はい、これはね2番の方、あの彼はあの奥さんと別れます、うん、あのもうきちんとあのもうこれクロスが出てるからな、先に別居してそれからあの離婚するんじゃないかなと思います。ただここに木とタワーが出てるから時間は数年単位でかかるかなっていうふうには出ている。でもあなたとの関係は、うん、おそらくこれは順調に進むし多分バレないと思う、うん、多分バレないし、もう彼はこう今は動けないんだけどね、でもあのきちんとあなたのところに行く、こう離婚して別居して行くっていう可能性は十二分にあるなというふうに出ました。はい、これが2番の方へのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。はい、彼、お相手様が奥さんのことをはい、どう思っているのか、まず見ていきます。はい、じゃあ出していきますね。はい、1枚目、さあどういうカードか、コインの4のリバース、うーん、奥様はですねこう案外こうお金に執着があったりとか、まあいわゆるもしかしたらこのご主人、うん、彼のことをものすごく、うん、好きで、うん、嫉妬とか束縛とかがすごいのかもしれない、うん、愛情に関しても、まあ、金銭的なことに対してもこう綺麗なクリーンな感じではないです。まあ強欲、うん、そういう気持ちがすごくあるみたいですね。はい、2枚目はソードのエース、正位置、ちょっとねプライドが高かったりとか、例えばねブランド物が好きだったりとかするのかなと。はい、そしてワンドの9のリバース、ですね、この奥さんって案外ね癖が強いです。うん、癖が強くってこう自分の主張をあんまり曲げないというか、私は正しいみたいな、そういうものがあっ
で、案外行動力もある方なのかなっていう感じがするんですね。それで、後で奥さんの気持ちも少し見ていくんですけれども、なんかこう彼が案外こうがんじがらめにねされているのかなっていう感じがして、なんかこう息がしづらいというか、居心地は良くなさそう。はい、今度はこれが中間意識です。カップの6、子供のカード、コインの9。はい、コインの6。はい、ですね、この奥様、子供、お子さんに関しては、それはそれはこう惜しみなく、例えば習い事させたりとか、こういいものを着せたりとか、している感じがするんですよね。そして案外対外に対してはいい顔をする人。そういうこう八方美人的な、家の中ではね、かなりきついんだけれども、外ではこうなんか、柔らかな雰囲気とか、地域のボランティアとか、学校のねボランティアとか、なんかそういうものになっているのかなっていう感じがするから、子どものことになるともう全然なんかこう対応が違うのかなっていう、非常に教育ママさん、そういう感じが見えます。はい、そしてラスト、一番深い気持ちがカップの9、ストレングス、カップの4、リバース。ここはね、正直ポジティブなカードが出ています。このお相手様はなんかこういろいろね、こう不満とかもありながらも、なんか今は離婚とか、別居とか、そういうことは考えていなかったりするみたいです。というのも、案外この奥さんっていうのが、こう自分磨きは例えば頑張っていたりとか、こう結婚して出産して例えば10キロ太ったとか、そういう感じではなさそうなんですよね。そういう意味では、こうスリムな体型を例えばキープしていたりとか、なんかそういうところはなんかこう尊敬するというか、そういうのが出ているのかなと。で、この束縛っていうのとかも、自分のことが好きでいるからこそ、なんかそういう束縛につながるのかなっていう意味で、案外奥さんのことをこう理解しているような、そういう感じが私はちょっと感じたかな。じゃあ実際今度はこのルノルマンカードで彼と奥さんの流れがどうなっていくのか、はい、そこを見ていきたいと思います。い、じゃあまず彼と奥さんの過去が家、家、はい、そして現状が棺桶、はい、そして未来が花束、アドバイスや気をつけることが手紙、はい、そしてこちらが奥さんの彼に対する気持ち、彼の奥さんに対する気持ち、そしてお二人の関係性がどうなっていくかです。はい、奥さんの彼に対する気持ち、ハート。彼の奥さんに対する気持ち、ライダー。はい、そしてお二人の流れ、クマ。
じゃあこの今出したカードにあと1枚ずつカードを出していきます。はい、ます。はい、過去が家とコウノトリが出たから、もしかしたらこう子育て、子供が生まれてから例えば家を買いましたとか、授かり婚、そういう可能性もあるのかなというふうに思っています。はい、これが過去。そして今、棺桶が出たんだけど、棺桶と怒りか。彼のこのね、潜在意識っていうのが、決してネガティブなカードではなかったんだけれども、この上のカード、がこうかなりこう窮屈さを表すカードが出ていたので、彼のいわゆる頭の気持ちで見ると、なんかね、堅苦しさとか、こう、本当に家に帰ってこう寝るだけみたいな、そういう感じなんだけれども、怒りが出てるからこう、この状態をこう続けていくっていう、そういうものが出てるんですね。そして未来が花束とクロス、なんか区切りがつくのかな、このご夫婦ね。はい、そして手紙と鳥。これが、アドバイスと気をつけることなんですけれども、こういう3番の方とあの人とのやり取りとか、そういうのをまずこう、ね、見つけられないように。そしてもし例えば探偵とか、なんかこうそういう人がこう来る可能性もね、調べられる可能性もあるから、とにかく慎重に慎重に行動する方がいいのかなと思っています。はい、奥さんの気持ちが、子供のカードが出たんだけれども、子供のことはもうもちろん一番大好きなんだけれども、でもハートがやっぱり出てるから、子供一番、ご主人のこと二番かなっていう感じがします。はい、そして彼の方は、ここにライダーとユリっていうカードが出てるから、奥さんに対する気持ちを見てるんだけれども、もう彼の心の中っていうのは、いわゆる複雑な関係のあなたのことを思っている。こうあなたのところにこう行きたいみたいな、こう飛び出していきたいっていう感じが出てるから、もう対奥さんに対しては、やっぱりない。ないです。はい、そして未来が熊と月。なんかね、もうしばらくやっぱりこう奥さんが手放してくれなさそうですね、この彼のことを。これ母親っていう意味もあるし、母強しっていう風な意味もあるし、あとはやっぱりお子さんのカードが出てるから、彼とこの奥さんだけじゃなくって、ね、お子さんのこともあるから、そういう意味ではこう母親としての関係性をこれからも続けていく。でも、もう彼と奥さんはもう恋愛関係っていうのはもうないっていうか、もうなくなる。あくまでも母親として子供を育てていくっていう関係性がこれからも続くっていうことかと思います。補助カード見てみます。蛇。これはきっとね、3番のあなたのことかな。蛇、太陽。また出ました、子供、ワンちゃん、カマ。この蛇は、私は今回3番のあなたのことかと思うんだけれども、やっぱりあなたの存在が太陽だから、やっぱりどん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 お相手様の中で大きくなっていくんだと思います。でもお子さんがやっぱりこうある程度、
の、まあ、年齢になるまではやっぱり今の関係を続けていくのかなと。でもその後で釜が出てるから、このお相手様は決断をしそうです。もうこれぐらいになったから、もう何て言うのかな、こう親としてのこう最低限の義務は果たしたっていう感じで、もう奥さんとも離れたいっていうことで、なんかこう離婚をしたいとか、そういうことを伝えるとか、そういう行動に出るような感じがしました。もうあの人の頭の中がね、こうあなたに対する気持ちでいっぱいで、で、まあちょっとここの、まあ今さっき出てたここですね、まあカップの9力、これをね、ちょっともう一回今なんかリーディングをしようかなと思ったんだけれども、案外彼は奥さんのことをこういわゆるこうおだてるというか、こうおだてとけば機嫌が良くなるっていう感じなのかな。だってね、こう愛情がやっぱりほら棺桶だったりとかね、あなたに対する気持ちがいっぱいっていう感じだから、なんかこれがなんか対奥さんへの愛情っていうよりは、なんかうまく手なずけといた方が楽だみたいな、そういう感じで私は今ちょっとリーディングをし直させていただきました。だからこそあなたへの気持ち、そして子育てが落ち着いた時にはもうこうバッサリとこの奥さんとこう切りたいっていう、そういう未来が見えてきたかなと思っています。でもすごく執着心が強い奥さんなので、どうぞ気をつけてください。はい、これが3番の方へのメッセージです。